私たちの物語です。ひばりの力見せてあげる。いってらっしゃい。キリア先生、学園祭って何なんですか？学園祭とは忍び学校に伝わる学校対抗の決戦のことだ。決戦？そう、学園祭に参加するのは忍び学生の代表5人だ。都合よく5人。学園祭を申し込まれた学校は自分の陣地に忍び結界を張って申し込んだ側を迎え撃つ。勝姉が1年生の時は2人しかおらんかったから学園祭できひんかったね。つまりお前たちは半蔵学院に忍び結界を張り、攻め込んでくる月戦と戦うわけだ。最終的に全ての忍び結界が破られれば半蔵学院の校舎には火が放たれ廃校に追い込まれることになる。祭りですらないよ。かわいそうにそんなことさ。半蔵学院が廃校？一般生徒もいるのにどうするの？もし月戦の攻撃をしのいだ場合、今度はお前たちが攻め入る側となる。何なのそのお祭り？お祭りって言ったらもっと楽しいもののはずなのに。お前やね、全然楽しくない。綿飴とかチョコバナナとかソースせんべいとか食べることの方が楽しいやんな。食べることばっかりだけど、このイカ焼きとか。イカ焼きとか。でも学園祭なんて初めて聞きました。後付け設定やからね。前回学園祭が行われたのは50年前のことだからな。お前たちが知らないのも無理はない。生まれてすらないって。でもなんでそんな決戦があるんですか？学校同士で潰し合う意味が分かりません。全くだ。アスカ、忍びのランクについては知っているな。まず下忍、中忍、上忍、隠密、それから特上忍、最上忍、天上忍、極上忍ですね。あとは一般的に知られていないランクとして蛾忍、絶忍、合忍、古忍、影忍、仙忍、万字忍、おぼろ忍、否忍。よく覚えたな。では否忍の上は？え、そんなのあるんですか？そんなのあるんですか？それが忍びの頂点と呼ばれる神楽だ。神楽だ。神楽。学園祭は神楽を養成するために考案されたものだと言われている。でも月戦の人たちは神楽になることが目的ってわけじゃなさそうだったけど。そうだな。そもそも月戦は善人を養成する学校だ。同じ善人を養成する半蔵学院に学園祭を仕掛けてくる理由はない。今回の学園祭、何か裏がありそうですね。思念がいっぱいあるのかな。いずれにしてもだ、学園祭を申し込まれた以上、学校を守るためには戦うしかない。学校を燃やされた側の生徒は永久に忍びの資格習得が不可能になる。超秘伝帽子を使ったり、学園祭に負けたら忍びになれなくなるってことですか？そういうことだ。イカルガ、カツラギ、今は最終試験のことは忘れて月戦を迎え撃ってくれ。いや、もう最強モードにみんななれるんやから余裕やろ。わかりました。そうだね、忍びになれなくなっちまうんじゃ最終試験も何もないもんな。では話は以上だ。学園祭か、また戦いが始まるんだね。忍びになったらずっと戦いだらけよ。心配するな、ひばりは俺が守る。うん、大丈夫だよ、ひばりちゃんだって強くなってるんだから。お前みんな強なったよ。そうそう、ドシーンと構えてりゃいいんだって。ううん、違うの。ひばりが心配しているのはみんなが傷つくことなんだよ。優しい。だからひばりはみんなを守りたい。守られてばかりじゃなくて守りたいの。でもひばりにはまだそんな力がなくて、力が欲しい。みんなを守れる力が欲しいよ。
しまいます。どこだってんだよこれ。どうしたのみんな。あれ、ひばりちゃんだけは無事なの？まさかこれってひばりがやったの？うわぁ、じゃあ何が起こってるんだ？おっと、何するんだよ、アスカ。カツネ、ごめん、体が誰かに操られてるみたいで。セクハラのお返し？私もです。このままでは飛燕で皆さんを攻撃してしまうかも。ひばりがみんなを倒さないと。そうしないとこの術は解けないんだ。やるしかないんだ。ひばり、舞い忍びます。怒りが舞い忍びます。カツラギ、舞い忍びます。え、2対1やで、2対2か。見せ場だ、忍び変身。忍び転身。一体には卑怯じゃないんだな。しかも変身しだす機械と。跳ねてるだけで終わってしまった。アスカ、まだ続くか。舞い忍びます。野球、舞い忍ぶ。いざ、尋常に舞い忍ぶ。忍び、転身。強い。逃がすか。
行くぞ。くそ、ひでにいぼ終わりだ。あれ、アスカ変身してない。本番はこれからだ。秘伝忍法終わりだ。まだもう一度見た。一応刺してくれ。通常攻撃じゃできない。変わりもない。しっかりしろ。うん、遅い。ひばり、よくできました。みんな、大丈夫？一人だけ服が綺麗。うん、誰も怪我してないよ。ようやく収まりました。みんな、本当にごめんなさい。ひばりさん、今のは傀儡の術のように感じましたが、ひばりの家系には代々目に不思議な力があるんだって。道術か。それで変わった瞳をしていたのか。変わった瞳って。ひばりは落ちこぼれだったから、プラスのそんな力はないって思っていたんだけど。いやいや、学園祭での戦いを前にすごい力が手に入ったな。でもひばり、全然力を使いこなしてないよ。そこで遥様は、使いこなせるように訓練すればいいんです。遥様は呼んでくるんだ。もちろん私たちも協力いたします。ああ、一緒に頑張ろうぜ。うん、私も協力するよ。当然、一番協力するのは俺だ。そんなところで競わんで。みんな、ありがとう。ひばり、頑張ってみる。か、危なかった。ひばり、強くなって、ひらめいた。多いな。